めっちゃ政治家の会やったよ、俺。あそう。やってましたよ。当時はね、だからその孫徳さんもあれで俺が親父の代わりに出席するようになったわけを待つ会は、昼食会とか夕食会を主催して、コスト5000円ぐらいのところで、で、みんなが会費5万円か、五万円。1回5万円じゃダメなんで。で、十数人で、そうすると5、60万になるじゃん、コスト引いてもらって。で、それを金出してんのは企業なのに、集めて持ってってくれるのが聖地さんだったり、あの、孫徳さんだから、僕は俺言うのは僕はだからもう政治家の先生なんか頭は女言う 先生とか言いながらそれでは引き続き日本製鉄について伺ってまいります。よろししくお願いしますで続いてその日本製鉄の歴史みたいなところをちょっと伺っていきたいなと、はいはい、思うんですけど改めて。 教えていただけますか。まあね、俺もその生きてたわけじゃないから、うん、<laughs> <laughs> あの。人から聞いたり、読んだり、はい、した話だけど。なんか八幡製鉄所って、うん。今でも日本史で出てくるよね。出てくるよね。と思いや、だって、寛永八幡製鉄所。はいだに、未だにっていうか、俺が会社入ったばっかりぐらいの時は。やっぱり九州ではすっげえ強かったよね。うん、その。のの九州、北九州にね。 北九州は新日鉄のあのまあ町だったけどね。城下町だったんだ。最後は新日鉄あんまり鉄ビヘの時にあそこに遊園地まで作ったから。ああそう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 あのスペースワールド。スペースワールド。そうでなそのまあ橋だよね。なんであの志村さんなんで北九州にそのあのヤワ製鉄作ったかわかります？うんなんだろう。石炭が取れるから。あ石炭。あそこは蓄光は。 筑豊丹田、はい。そうか。なんか水が豊富なのかなと思っちゃったんですけど。それは製紙会社。の違えました。水が必要なら製紙会社。なるほど。でも、こうやってつながっていくんですよ。なんかね、こう日本史とか、そのなんか地理みたいなところって。こう大人になってから、きちんとつながるなっていうのを、すごくこう実感して。ドイツだったら、あのルール地方はね、やっぱりあそこがやっぱりヨーロッパの最大の、あの炭鉱。エリアだったから、それでクルップだとか、あのね、ドイツの。 あの製鉄業があそこでまあね、えー、それこそだからミシシッピの川,川の近くとかねうん、うん、運びやすいとかねい,かいろいろあるでしょうそういうもので、えー、できたまあ寛永だから本当に寛永でもう、えー、い大蔵省が株主、えー、で、えー、民,民営で、えー、と民間がさ。 らいた多んだから国が8持って2位が民間でっていうのが一番のこの数字は結構適当よでも多分そんなに間違ってないでもあれだね明治34年か明治も345年になってやっと製鉄所作ったんだねなんかちっちゃいのあったねだからだからそれが八つが9つが一緒になって寛永八幡製鉄所あそういうことかそういうことなんだ その前今あのでしかも前もほらあの日本電信電話な,はい、はい、なんちゃら法とかって言ったじゃんはい、はい、それから日本工業銀行法とか、うん、これも、えー、日本製鉄株式会社会社法っていう会社法によって彼らも決まって法律で決まってる会社なんです、えーうん、あのたたらとかああいうの別にして日本での伝統的なあれは別にして日本で最初の製鉄ってどこになるんだろうやっぱあれかな山かなな山ほら 史跡になってるゃはほら江戸幕府が最後はそこに伊豆藩との韮山に反射炉やっぱり温度が高くないとあれなんで熱が反射してこうって言ってもっと上げられるようにって反射炉です日本初の反射炉が確かそこになるのかな近代的製鉄近代かなあれってまあいいですけどはい。 それがまあいろいろガチャガチャガチャになって日本,日本製鉄ができました戦前ね。それがまあ今言ったあの財閥解体いわゆる財閥解体で年だねそれを解体させられてえやまあ大きなあれすると富士製鉄と八幡製鉄に分かれる。ああ鉄会社だけじゃなくて えっと、造船とかそんなこともやってたので、<ー>日鉄汽船。船えっと、今の NSUNITED 海軍ね、うん、と、それと、はり、はり、ま、えー、大火連が、今の黒崎ハリマの4つに分かれる<ー>あのー、会社はね、はい、えわ、ー、分かれさせられた。で、その時に、えー、一緒に経営陣、公職追放とい言って、うん、経営陣もポーンとこう出されていったから、まあ、いわゆるその財界四天王といわれる、その長野茂雄さんが出てくるんで、ここで。 その長野茂雄さんっていう人は何をどうした人なんですか？ね、長野、はい、なんな,なえっ、ー、とね財まあ要は財界のどん財界財界してんのっていうふうに言われて、うん、小林あたる桜田敬氏あともう一人誰だ？もう一人誰？あ水野茂行水野修行、うん、富士三景グループを使ってる、うん、あすいませんなとこね。<laughs> <laughs> まあ、一人よりって言ってまあもうね性寛材のもう最たるような人ですよ<ー>この長野茂雄さんってでその桜田武さんって、えー、日清坊か日清坊の桜田武さんとは時代に柔道家なんんかで一緒だだったんだよね<ー>後々桜田武も呆れるほど政界にこう,こうっどっぷりであいつは何なんだろう、まあ、要は性敵が敗れるとこっちについて<ー>あんだけ批判してたのに見たいな。

えー、参議院議員とか、えー、石川島播磨の会長とか、まあ、要は 6, 6人が全部そういう、あのー、人でそのうちの守、えー、さんっていうこの人のお兄さんこの人2番目かなんかなんだけどそのお兄さんがの息子さんが長野武長野健さんっていってね三菱マテリアルの社長をやって昔その経済4団体の日経連の会長もやってたんですよ。 でこの人ね理系なのね。はい、その長野さんって。ええ、まあ、昔は結構だから技術屋がこ社長になるのに三菱重工の相川健太郎さんとかもう、まあまあえー、よくあの司官と言ったわけです。その長野さんのところに、はい、でもね理系の人とね話が合わないん。<laughs> もう真面目やろカシッとしてる。<ー>もう司官はいつも言っても,も文系はね一足す一をね三にできるけどね、うん、理系は一足す一は二にしかできない。<laughs> いいじゃん堅実でと。<laughs> 絶対わかんない、チップカップになったからね、<laughs> あの、そうやって言うだけでね。あの。まあ、要は長野、その六兄弟、うん、ってのはすごい。すごいですね。あの。こう、優秀な、なんていうのそ、その華麗なと言われたの。安室さん、参議院議員衆議院、弟、小夜建設の会長。え、後藤輝さんって、あの、美容師かなんか出てるのかな、うん、あの。あ、日本航空の会長で。静雄さんが参議院議員で、その長野修さんが、石川島播磨の。 会長<ー>今俺の息子は長野のの武史とそれから広島県氏になった人。はい、へえすごいですね。でこの方がその。あ俺中高の祖っていうのはちょっと違うと思うんだけどね、まあうん、まあ要はこの人は新日鉄,日鉄のほうの、えー、と富士製鉄の方のの、うん、社長に,<ー>になるんですよ。はい、でやっぱり その同婚だった八幡となんとかもう一回一緒になりたいって言ってそのいわゆるその「新日本製鉄」を作る礎になる人、うん、もういろんなその田中内閣でえ要は池田隼人、はい、の,の組閣にまで、えー、<ー>影響力を及ぼしてだから宏池会はずっと彼が支えてたって言われてるけども。え、うん。 でもやっぱりそれってその当時のいわゆるその鉄。はい、っていうその産業が、まあものすごく大事だったからこそ力を。まあそれまですか。あの官僚です。一回官僚なってるでしょ一回官僚なってんだよん。だからこそその。その場合はっていう。のあのー。官僚というか、その政治家と一緒にだから政治とかやってるんですよ。でそれやめて。またあの富士製鉄に。 もう元々のコネクションがあるんですよです、ね、その政治家とかのすっごい。なるほどで当時はその政治資金規正法なんかもうほぼないような状態だから別に金出したって何したって全然いいわけ、はい、だからその金脈政治で田中さんがね田中角栄が、はい、えー、あの時田中角栄のあ三木武は田中角栄のやつですよね確かそうだよね。 だから、で、み、竹雄さんはクリーンな人だからって言って、うん、その政治資金規正法をこう強化しようとしたときに、ふざけんなみきの野郎みたいに、あの、金くわってなんぼじゃん、へー。っていうふうに言ったかどうかわかんないでも、そういう行動をした人ですよ。すそういう行動をした人です。<laughs> へー。次の経年論のゲストは、えー、一時は自家、時価総額1兆円企業にまでなった、ペレビットワン代表の白石さんです。 えー、社内ベンチャーからどうやって時価総額1兆円企業にまで成長させたのか、えー、本人から直接具体的なあ戦略を聞いていきたいと思います。えー、開催は5月21日火曜日17時からです。視聴される方は、えー、概要欄にある公式 LINE に登録して、えー、詳細情報を受け取ってください。すごいですね。そんなことが、まあ、で,できてたっていう言い方はあれですけど。うん、そんな時代でしたよ。うん、だから、その、 当時の、まあはい、後々総理になる人たちの何たらかい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 ,何たらかいっていうのをその経済人に格向かいを作って、えー、まあか金もしたしあれもした<ー>もそれを見習ったのが政中さんもそうやってやってたもんねへえ<ー>もうめっちゃ政治家の会やって俺あそう、ね、やってましたよその中に安倍総理もいたそうそうそう当選したばっかのあの両脇屋も使えって作ったけどうん、えーえーえー そういうふうにしてまあそれはもう安倍総理がの時は僕,僕は自分で事務局者やったから政治資金規正法をきちんと抵触しないようにやってましたけどね,ね、うん、本当になかった時はねだから孫徳さんもあれね俺が親父の代わりに出席するようになった言い訳を待つ会は。はいうん だから、その朝食会昼食会とか夕食会を主催して、コスト5000円ぐらいのところで、はい、でみんなから回避、5万円か、はい、5万円て。で、で十数人を、うんで、そうすると5六60万になるじゃない、コストを引いてもらって、<laughs> でそれを、えー、あの経済界、あの損得、はい、さん、こうやって持っていくわけですよ。ね、それはまあ別に安倍総理に限らず、他かの人にもしてたんでしょうけれども、ね、まあ桁が違ったんだけどね昔昔は、ね、昔はもうですね。ああまあ でそのまあ結局金出してるのは企業なのに、はい、集めて持ってってくれるのが聖一さんだったり <laughs> あ,あの孫東さんだから<ご> <laughs> 向こうは俺言うのは向こうからう,うちの家がね僕言っちゃうちのうちの犬だってお前餌代出してるの俺なのになんだっけあのワトスなんか女中になつきやがってがいいところだけみたいなそうそういや俺もねそれは思った俺も <laughs>、うん、本当にうわこれってあれだよな。でもね長多分、ね、長抜いてないと思うんだよね。 あれは多分清張さん偉かったと思うでもみんな中抜いてると思って「すげえだ」って桁だもん。すごい時代だなっていうところもねそうですだからもう政治家の先生なんか頭上がんないよほら清張さんには「は先生」とか言いながら「先生先生」でだからそのね大臣になったらそこから事務次官なりもっと局長なりを。 を紹介してもらってその人可愛がるからまた抗生性感財なあれができるでしょ。そうですね。すごいですよ。でもまあ成城さん別にそんなに計算してやつじゃなくて、うん、本当に普通に多分ね長野さんとかを見ながらそうやってやるもんだって勝手にやってるだけなんだよね。別に特にメリットないもんね別に。そう,そうそうそう。まあそうやることによってなんかなんとなく自分がフィクサーっぽい気分に寄ってたんじゃないかなと。まあただからそれが怖くてみんな企業は広告は出したろ。ああまあそうですね。 でも、まあ、それがこう、まあ、循環っていう感じはしますもんね。でもね、主観の偉いところはね。はい、お、おおねらないんですよ<ー>で、その、長野茂雄さんとね。それから、その藤井平吾さんっていうのがいてね。はい、藤井平吾さんは、その、はい、もう一方の、うん、えっと。えっ、ー、と、藤と、や、あ、あ、ん。藤と、井成立、八幡がくつむ。な。八幡の方の副社長だったんですよ。うん、で。 一、えー、回参議院をやって副社長になってこうがっしんこして、うん、でその前から、うん、それがねだん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 なんかまあ藤井の方が副社長のくせ目立ちやがってろ人目があるの「さっき言よ」みたいに、うん、長野茂雄とその藤井平五が大喧嘩するわけ<ー>同じ会社の社長と副社長でもう口も利かないみたいにしていろんな人が仲裁して、はい、でその中に入ったのがね清中さん。へー うんこれはあのウィキにも載ってるらしいんだ。あそうすご主観からその,その話ばっかり聞かれた分かったよって感じ。<laughs> どうでもいいから。と。<laughs> 思い出したさっきのなんだっけあのじあの犬にあのエスヤミジョの話藤井平五で出たんだうちの味がその藤井平五の話で。<ー>俺もその話の藤井平五あのまあ藤井とあの財界政治部長とか言われてお前 <laughs> 自分の金じゃねえろ前新日鉄のお前会社の金で配ってしたらさまあせあのジョあの俺が ね、あのほらこの犬に会ったら女中につくの師匠でお前藤井平五だっの金じゃねえのにだから、ね、みんなあの政治家ともかあの藤,藤井になんかペコペコすんだわ<ー>って思い出したこれ,こ,れこれで親父が話を出したんその話をだから鹿髪でもの藤井さんのことあんまりよく言わなかったねうんうん,ななんだろうでまあ中野茂さんにすんげえ可愛がられたっていうのもあってでね全然関係ないけどその後々ね、うん、俺ね、うん、あるね映画会社の常務、えー、さんで、はい、藤井平五さんの その、おめかけさんの、えー、お子さんがいて、で、まあ、お父さんのことほぼ知らないと。<ー>写真も持ってないって言ったから、はい、ああ、うちにあります、うちって当時勤めてた経済界ね、はい、に、そら藤井平五さんの写真がいっぱいあるやつを、はい、縦にして、ドンってやったらめっちゃ喜ばれて。ああで、でいや、本当にで。 俺の後の秘書の古賀って言うんだけど、古賀にいや損得さんにあの写真頂い,いてって、やっぱ嬉しいもんかなと思って。<laughs> それ似たような話、なんだよ、これ親父から聞いた話だから、本当かどうか知らないけども。慶応の幼稚舎で昔ね、大昔あの、なんだっけ、戦後のほら、あのほら、政治家にもなった、ほら岸信介になんだっけ、あのもう。あの、狐の毛まで抜かれた、あのほら、あの藤山愛一郎、あの。<laughs> あの今の都ホテル白金のあ,<ー>あれはあの藤山愛一郎の屋敷だったのねそ,うもうそれも全部って俺よくじいさん死んだじいさんにお前政治家にだけはなったかんぞっつってよくその藤山愛一郎の話とか小学生の時に俺じい<ー>さんと同じ敷地に住んでたの小学校の時だから。の、はいね、藤山愛一郎もあれ岸信介に騙されてうもう全部総裁にしてやるって言われて全部金出さされてで最後に屋敷まで売ってっていう話をしてて、うんえね、でそういうあれなんだけどでこの人、まあ、あ日本政党台湾政党だっけあ,元々あの人の人 ホテルニュージャパンもいでそれでまあねっまあ羽振りは良かったわけだからもともとは。うん、で,で藤山愛一郎の、えー、息子が慶応の余地に入った時に「パパの名前を言ってください」あの「お父さんの名前は?」って言って「はい藤山愛一郎です」って言ったら同じぐらいの別の子が「<laughs> 嘘だそれは僕のパパだ!」ってっっていう話を親父から聞いたことがあるけれど。<laughs> <laughs> まあ慶応の学内でまことしやかに言われていることかもしれないけどね。はい、ああそうです。いろいろありますね。<laughs> <laughs> 人生いろいろあり、まあ、本当は同じクラスにはしないと思うけどね。<laughs> まあ、そ,うねそうですね、きっといろいろ調べて、ね。だからまあそういうこともあったら藤井平子さんの息子さん藤井隆さんと言って政治家だったんですけど、シカ、はい、のところよく来てましたよ。え,ー、えっと、うん、この滋賀とかあっちのでしょ。 岐阜か。岐阜から出るんじゃなかったっけだから、藤井孝さん、岐阜の。あ、藤井孝さんって、この人の息子なんだ。のの息子さん。へえ<ー>だって、もう結局だって、真実やめて、あとで、またもう一回、参議院議員にもう一回戻るわけで、うん、そ,それを地盤引き継いで、うん、藤井孝さん。この人の、お子、うん、で、 こ歴史を語るともう本当になんかあれだなどっちに入れるか分かんないけど、うん、その新鉄炭金になって炭、はい、金もなくなっちゃったなっていう、うん、今全部新日鉄の人になっちゃってるけど、うん、友金属だって超名もうあの業界3位とはいええ住、ー、友御三家の中の一つだから住、うん、友は住、えー、友銀行それから住友科学住友、えー、金属なんですよ。 じじゃねえんだじゃないんだですよは違うでそのもうだから、えー、と白水会も真実になったからや,やめてるの白水会っていうのはも、はいえー、ともと住友って泉屋っていう称号なのね泉ね、うん、<の>野合、ね、がはいで泉を書いてそうすると白水でしょあそうですね、うん、だから白水会っていうのはその住友グループのおー社長会のことなんですよだから <laughs> 泉って今だって六本木にある泉タワーとか、うん、泉ゴルフ場の泉ゴルフとか、えー、あれは全部住友ですよ。それもやめてで、まあ、これちょっと全然違う話だけど、はい、昔その、まあ、さっき経団連とかねな、うんとかの関係連って今でも関西経済連合ほうほう連合会って、ねはい、今。 それこそ連合のあの人も関係連の副会長かなんか会長まだやってんのまだ分かんないけどさっきガミヤさんね。ガミヤガミヤ。それ置いといて関係連ね東洋坊の宇野さんっていう人がやってたの。東洋坊の宇野さんが主幹にも相談してて要は次次の関係連の会長誰にするかと。基本それこそ住友金属か関電かって決まってるわけですよもうその要は。 くそみたいな,くだらない、ね、もう本当に「勘伝どこが偉れんだ」って話じゃん女別にグローバルでもねえのに「勘伝の人なんか言われるかなあ」「<laughs> そのうちで遠慮やろう」で <laughs> 宇野さんが、まあ、東洋坊はね超名門企業なの住友電工の川上さんにこう次を譲ったわけですよ。<っ>したらまず住友ね御三家でないからって住友からそっぽを向かれ関西財界<っ>本当は勘伝の小林章一郎になるって言われていたのにその 川上さんになったもんだから、川上さん、ちょ関西財界から、そうすかで、ふっかはみんな出してもらえないし。本当くだらねえだろ住友御三家じゃねえとかさ、何言ってんだよ、本当にお前らが作った会社じゃねえやんか。って俺は思う。で、川上さん、結局、一気、まあ、結局、まあ、すごい立派な人だ。住友電工っていうだけで、社格が違うとか。何が社格が違う、やっぱ、あれ。っていうぐらい、しにってさ、プレート高いですよ。 あそうなんですね本当 <laughs> この間この間この間聞いてきたうちのだからその後輩の経済界の動、ね、画、はい、が編集長の時に、うん胸「胸なんとか胸なんとか」とかっていう公務員に電話したら「あ来なくて結構ですから」みたいに言われて「あ<ー>はあ?」って感じだよね「<ー>なんだお前たち」俺はでもね白洲さんっていう常務の方にかかってもらったし白山さんにもかかってもらったから別に似てたらいいんだけど、はい、そんなところですよ <laughs> 本当にもうこんなですよ どん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 敵が増えるわ、俺は。大事夫だ、俺がついてるよ。<laughs> あこ<怖>い。<laughs> <あー> <laughs> 脱線しすぎた。いや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 。で、藤井平五と、はい、その長野茂雄の取りまとめをするんです。でね、うんうん、もう一個主観がすげはい、はい、え偉いなって、本当あのー、いや損得なと。うん、あの人は、ね、すごいんだよ。それこそさっきあの小川君が作った、はい、あの中に。 水上達三とかもあったけどねあれ「はやぶさんたつ」って言われて三井物産の社長なんだけど水上達三を切腹せよとかって書く人よ今時切腹せよとかってさ雑誌に書くのすごくねだだとねそれでね自殺の勧誘俺今日それでなんか見たらんか4時間ぐらいあと4時間使えないんなんとそれでね俺に言ったわけいや俺はねそうやっていろいろ書くけど別に弱いものでしませんと。 自分よりもでかい要はリーディングカンパニーやその経団連会長とか、うん、そういうのにかみつくというかまああの本当にだってみんながやれやれ言うからやるんだって言って当時のその新日鉄の社長で経団連会長まあ社長っていうか会長だったな会長でその斎藤栄志郎さんで斎藤栄志郎さんに対して <laughs>、はい、確かに多分ね「暗具の帝王」って書いたと思う、うんだいやもう鈴木善子みたいな顔してるだから <laughs> もう要は何何号かにわたって経済界で「はい、お前やめろ」と「経団連会長」って言って書き続けて<ー>まあ彼は結局二期で辞めるしかなくなってください<ー>それから僕はもう真実禁止ですよ <laughs> もう経済界はそれで真実、あのー、とはお付き合いできないで,でもね、はい、周りに聞いたらやっぱりね、うん、やっぱり斎藤さんはどう 斉藤さんとも仲良かったんです、主観は。ええ、副社長の時代。この人ね、社長になる人じゃなかったんですよ。で、副社長でもうそろそろ、もう僕はこれからなんか、なんかの親父になって終わりですよって言っていて、別の人が社長になったら半年で、ね、休止したわけ。うん、その、急遽社長になった人なんですよ。<ら>だから、まあ、それでも実績上げたんだろう。ええええ、で、経団連の会長にね、稲山ひろ、えー、稲山、 稲山よしひろよしひろか、うん、稲山さんがなってで2代続けて「新日鉄かよ」と<ー>まあねダメだろうっていう声があってその斎藤さんにしたから余計に財界から「はてな」みたいになった<ー>で、主芝がそうやってやったから、うん、もう斎藤さんは切、まあ、れて。<laughs> れてでまあだから芝は本当にね別にまあ清中さんねペンの役だとかなんか言われるしあるだ、えー、けど、まあ、そういう男気みたいになって。 ある時に長谷康弘さんが来て芝にそ,そういう時にこの言葉を使うのもちょっと違うような気がするんだけど、うん、その墓場まで持っていくなよって墓場まで持っていくっていうのはずっと黙ってるって意味だと思うんだけど、はい、要は「最後は手打ちしろよ」<ー>僕が中,中に入るからって言って芝<ー>が手紙を書いたんですよ斎藤八代さんに。<ー>多分日人だっててもう覚えてねよで僕がね持ってったわけ<ー>そしたら読んでくれて会うことになったんですよ。はい え斉藤さんと,さんと、まあ、かなりもう晩年ね名誉書いちゃったかなかなって、うん、僕はねもう後にも先にも主観がね頭下げるの初めて見た「うん、若気の至りでした」って俺だったら若気の至たり来たりくらい言ういや本当もうで、えー、まあまあいいよ清中君みたいなあそう、ね、俺,俺しか知らないよそんな話 すごい中曽根さんがその間に入るっていうのが、また、すごい、なんかもう、規模の多いですよ、ね。中曽根さんはね、それこそね、石原慎太郎さんと浅利慶太が大喧嘩した時も、間に入ったから、ね。<ー>俺はあの時めっちゃ大変だったんだから、石原慎太郎さんに。<laughs> え、どういうことですか。やっぱりそれ聞,聞いたことあるぞ。この話をするの。浅利慶太。なんでかっていうの、をちょっと置いといて、浅利慶太さんと、はい、まあ、劇団四のね,式のね、まあ。あのね、まあ。 こちなるほどなるほどそれを取り合ったんですよおおっあさりさんが勝つんだけどへえであさり先生とそのね石原慎太郎さんとご飯を食べるとで、その時に俺のまあ後見人みたいな人だっ東京電の前野さんってまあ能徳さんばしかきじゃないけどその前野さんがいて中曽根さんとと主幹もいてでも主幹って夜遅いと帰っちゃうのねもう六時以降は絶対もう総理の電話も取らないって言ってて六時からの会だったからはい。 最初の1分だけ顔出してあとはお前がいるみたいな、はい、いたんですよ。<ー>で前野さんが、はい、その証拠としてこうテープで録音しとけって言って、うん、言うから俺こう下田に座ってさこうやってテープ出したら石,石原慎太郎さんがこう「お前何なんだ君は」と。 これは何なんだっつって俺助けてくれよって前野さんにこうやって言った前野さんこうやってやったんだよ。<laughs> <た>おいおいおい橋が完全外しやがったっ。そうそういうところが俺なんか感じるから嫌いだった前野,前野さん。まあ俺はこう可愛がってくれていいんだけどもうこっからま謙約でしたそんで、えー、まああのー、赤坂の鶴中っていう料亭でやったんだけどね<え>こう飯を食ってる時に一応俺 もうしかるから言われてないから、はい、も箸もつけずにこうやって座ってたら「君も食えよ」と「もう食いづらいやんか」って,って、うん、俺もう帰りたいんだけどなんなら。としたら浅利先生が優しくこうやってね,もうねもうあの「君も食べた方がいいよ」みたいにして<ー>、まあ、別に食いたかねえよ <laughs> なんなら本当に帰って、ね、中曽根さんはニコニコしてるだけな <laughs> <laughs> 中曽根さんは本当にもう晩年だからいつもニコニコしてる。結婚式でも一緒になったことあるんだけど、ニコ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 。両親の時。あ、その頃なんだ。あ、じゃあれとは違うよ。だからあの時もうもうそれくらい。あの時だってさ、もうね、こうテーブルでさ、もったかさんたちはこう友達的にいるのにさ、俺だけさ、なんかその真ん中の中曽根総理と中曽根弘文さんとなんかこうすげーところにさ、大な大変ね。そのなんだっけ、品田に登ってるやつ文句言ってただけど、お前さ、なんで俺あっちじゃねえよと。 いやでもさんししかあの席無無理理じゃないいでです俺だだってわ楽も中曽根さんは本当にね晩年にはニコ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 してねこうやって若い人の話を聞くだけでその時はもうちょっとやってくれよとだからもうね俺はあれでね石原さん好きじゃないそれだけ支援です支援支援大丈夫大事だよそうだよねだからそれでやっぱりなそれは浅利先生が勝つわと。 っていううに思すげえめちゃくちゃ仲良かったんだよあの二人それこそだから日生劇場を作る時に鹿のところに頼みに来て子供のための劇場を作ってほしい実際そうじゃなくて後藤登さん東京の後藤昇さんを紹介してもらって後藤昇さんから日生の広瀬玄さんに電話が行って広瀬玄がじゃあ作ってくれるって日生劇場ができたんですよそうなんだそうですこれはね石原慎太郎の本に書いてある佐藤清中さんのおかげでできたへえ 俺も誰かに書かれたい。佐川孫徳のおかげでなんかができたみたいな。俺書いていたら孫徳さんのおかげで三年二ヶ月できたって。<laughs> <laughs> 過ごせたっつってさ。確かに。日生劇場作りたい。<laughs> でもね今でも日生劇場ってあの子供たちのためのってやっぱり本当にねあの演劇やってくださっててねうちの息子もなんか学校行事で行きましたけど。はいはい、あそれはね安生寿さんがかかえそれ頼んできたのはあさりさん。 さんと石原慎太郎さんが2人で来たわで来たんで<ー>そのくらい仲良かったっていうことだったら別に、ね、あそれはここはちょっと片とこかったいうかいろ <laughs> 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 んな意味でちょっと問題があっ基準がちょっとわかんないですけど <laughs> これはピンしョいでこれ。<laughs> <laughs> いいのかな俺<ー>好きな人怒られねえかな <laughs> 石原慎太郎さんは奇跡に入ったし息子嫌いだからどうでもいいけど<ー>やべえな死に行ってた話だゃな何の話してんねんそうですちょっといろいろでもそれだけ本当にいろんな財界の人もすごい財界政界いろんな人が関わってたっていうことがね <laughs> ちなみに、はい、その白水会でしょうん、うん、白水会でまあ前にもしょろ言ったけど三井が二目会ね。ううんん 何でしょう毎月第,二第,2第2木曜日第二木曜日だであのー、あれが金曜会三,三菱が金曜会、うん、でね三菱の,その相川健太郎さんって三菱重工のこの人も確か理系だよね多分理系理系,理系東大工学部ちょっと首の太い人で,でこの人がまた仕たわなくて金曜会で佐藤誠一と付き合うなって言ったらしい三菱のあの人も理系だからな <laughs> <laughs> 話なかったやっぱりあの人ねうちの親父が公務部長って建設担当の四国で部長やってた時にあのうちの親父は理系じゃないけどね、まあ、あの公務部長工場建設全部やるからでその時に相川さんが売り込みに来たのよ。製紙、えー、会社ってあの蒸気を起こしてさっきの熱源だしあと今度機械を動かすのにで電力発電タービン、うん、蒸,気蒸気タービンで発電するのとあとその後あの蒸気を使って紙を乾かすんだけれども<ー>で例えばその。 えー、複水タービンっていってこっちから例えば、まあ、何気圧ぐらいだったかな、えー、もうちょっと忘れたけど、うんえー、100万気圧とかいうような蒸気が入ってその熱エネルギー圧力エネルギーでタービン回して、はい、電気を起こしてでその後水にもこ戻,戻っちゃうのが複水タービン蒸気から水<ー>こうやっても使い切りで終わり、うん、でそれに対して例えばたくさんもボイラーもあるから古いボイラーとかは圧力が低いから、はい、水蒸気圧が低いから。 でもそれを使おうっていうんで混圧圧力を2つ入れるのは混圧ね、うん、あの混ぜるんでねこっち側は例えばまあちょっと覚え、うん、てないか100何気圧110気圧こっちは80気圧とかで、ね、入るでしょでそれちゃんと計算しないとタービンの中ってこれたくさん入るところにバランス取れてないとあのおかしくなっちゃうでしょ<ー>でこっち側もあの負けちゃう可能性だって出てくる、うん、で今度中気今度は引き抜く抽出、うん、するの中で今度乾かす側で大きなドライヤーは例えば 17, 17気圧で使って小さいドライヤーは8気7気圧で使うとかそういうのだからこれ中期も普通はだから普通は1本なのを今月2段中期複水タービンとかいうの自分で設計したつでね三菱重工の主査の時に売り込んできて「でこりゃすげえ」っつってうちもたくさんボイラーあって設備の1箇所にたくさんあっていろいろ複雑だからこれはすごいって言ってこれから使おうって言ってそれ以来の中で俺。 俺が専務で<ー>あ俺名古屋パルプの、えー、社長で親父が社長の時に三菱重工見に来てくれって言って長専まで行ったのよで皇族が泊まるところで飯食わすよになってへえ<ー>だから三菱重工も三菱の御三家ね、はい、三菱は商事と銀行と重工だからめっちゃプライズ高いよ <laughs> もういまだに今,今どきなあ、うんなのあの方知らねえないだ三菱重工なんて <laughs> 行こうと思わないだろ大体京大とさ神戸大行こうと思うんで <laughs> で,でもねだから名古屋は三菱重工はすっげえ格が高い長崎造船所と一緒に<ー>昔からあってそこの中所長とかはもうそれこそ本当に絶対もう社長になるそういうクラスか昔からのなんかあるんですよ、うん、でねその話ついてる今井圭さんの話しよう 今井けいさん、今井隆さんって言って、まあ経団連会長になる人なんですね。あの新日鉄ってだから経団連会長がもう三人も出てるような名門。<ー>あとは東芝が二人、で、どこ、はい、さんとあれが出てるで、今井さんがなるときに、えっ、ー、と。要は、N. E. C. の関本さんが、うん、まあ、あの当時 N. E. C. あったんで、なりたくてしょうがなかったんですよ。うん、経団連会長に。<ー>で、N. E. C. って住友グループなんで。うん、でも五三家じゃないじゃないですか。 そうすると住友グループはまあ応援してくれないわけです、ええ、あとなりたいなりたいっていう人はならしてもらえないんで、はあ、で本当まあ良寒運動してたんだけど、ええ、まあ結果当然その、うん、あれ豊田章一郎さんからなったのかな豊田章一郎さんからまああんまり、あ、良識的な人だな、うん、で今井さんになるんだけどね、うん、したら朝7時だったよ、はい、会社に電話かかってきて関本さんから「なれませんでした」ってそりゃそうだろうなって俺は思ったけど。<laughs> そういうことがあって<ー>、えー、まあその何ていうのか経団連なんでね、うん、もうなんてっていうぐらい今住墨田中学の徳倉さんとかも本当んとにのおやじさんがやってるけどさ俺はもう役目の終わった段取りだと思うけど役目あったの、うん、そうね <laughs> 最初からそうね財界総理というふうに言われるぐらい、はい、こう影響力のあったところのこう会長さんたち、うん、で それこそ、えー、とその金脈政治があった時に、えー、土こさんがね経団連でその政治資金圧っをやめるって言ってだって長野茂雄は怒鳴り込んだっていうぐらいいつもそうなんです。でそのやっぱり、えー、日経連と一緒になって奥田さんと、あのー、今井さんが一緒になって奥田さんがまた。うん あの経の会社を問えたのねなるんだけどその前の東京電力平岩返しさんがやっぱりそのああ政治的にいつもいつもこういう問題が起きんのよ圧っをやめるって言ったのを奥田さんが復活したんだよ。で奥田さんが復活した時にその点数をつけると、うん、要は政策評価をすると結局与党に行くようになってるんですよ。<laughs> その自民党が29億で民主党が8,000万で民主党のやつがすっげえ怒ってたんんまあそれはいいやど,どっちでも。はいはい、でその時に平返しさんが 俺に言ったのはいや別に復活してもいいとでも政治に色つけちゃいかん要はもう渡したらそれ自由に使うべきだから政策評価なんかしちゃいかんっていうふうに平岩さんすっげえおとなしい人で東京電力のね会長だった人めちゃくちゃおとなしいちっちゃな方でねでも写真でしか見たことないけど小さい人ちっちゃいちっちゃくてだから奥さんが5歳さんなんですけど秘書の方なんですねまあ すごい読書家だったよねさそうそうそうあの,奥さんのが高い、うん、めっちゃいい人で主観、えー、が加やる時に俺平岩返しさんと二人でご飯食べることになっちゃってさ、うん、大変だったよもうですっげえ気遣ってくれるから逆もう上座に座らされ下、えー、だってあの平岩返しさんですよ 東電の会長よりも上座にねからもうだって必ず上座座ってもらうんで <laughs> 私いや私の席ですいや <laughs> もう本当になもうこの俺でもちょっと緊張しました、えー、めっちゃ緊張<ー>めっちゃいい人まあいいやでも東電はどうでもいいわ <laughs> ちなみに <laughs> ちなみにあのそれ,それでか繋がったな <laughs> なんで親父が、うちの親父がなんだっけ、NEC の,の関本さん知ってるのかなと思ったら、あの、あれだ、主観の会かなんか、主観の食感が灰に入ってるんだろうけど、あ,<ー>ある時なんだっけ、俺と飯食ったら、や、あの、違う、役員会で昼飯食ってる時、役員会の,あの弁当食ってる時に、いやー、つっ,ったら NEC の関本さんから、あの、電話があって、あの、息子さんいたんじゃない。で、息子さん。レン,、ねうん、ンの。レの。うん、そうでが、なんかで、あの、フライで出るっていうね、な,なんかね、結局、うん、出ちゃったんだけども。 それで、なんだっけ、中で上がってきてね、あの、いや、出そうなんでって、何とか止めてもらえないかって、ね、まず方向が逆だよね、向こうお客さんだからね、こっち,っこっちがね、あの、あのお客さんととにかくねあの、あれは当時はフォーカスかなんかだったから、当時はフライデーあ,あ,あれフライデーか、まあ、後ちゃうお客さんだからね、まあ、うん、その順番違うんだけれども、いやもうね、あ、はいうってってね、今、もう俺らったら常識のことだけやっぱり、向こうはね、やっぱりね、ま,まさにその、 経団連ののの会長とかのその旅館運動の途中だった,だったあの少しでもスキャンダル出たことないからいやあ<ー>止めてくれっていうのに、ね「いやね」ってねあれはねってねあのそもそもがあのフリーの記者が持ち歩いてるんでねあのこれで フライデーに乗らなかったら次はあのもっとあの柄の悪いとこ持って行って最後はコンビニでなんかねこんなんでねあのねあのテープで止めてるような、ね、当時はねあのはら今は読まないようにって話だけど当時はあの,あの成人的なやつはこれ知ってたからそういうところに乗っちゃいますよって乗るんだったらもう上品なところに乗っといたらいいですって言ったんだよっていうような話をね言ってた <laughs> 思い出したあそうですか締められましたね <laughs> ということでそろそろ終了のお時間になりました。えー、改めてその草本さん今回もどうもありがとうございました。あり,はい、ありがとうございました。次回は5月25日土曜日の7時に公開予定です。また次回5月21日火曜日の経営電論はベネフィットワン白石さんが講師を務めてくださいます。どうぞ概要欄の公式 LINE に登録してお知らせを受け取ってください。どうもありがとうございました。 ご視聴いただきありがとうございます。成形電論 TV では公式 LINE での配信も行っております。この公式 LINE では新着動画のご案内や LINE 限定コンテンツなどを配信しています。ぜひこちらの QR コードか、もしくは概要欄にあるリンクからご登録ください。